ははい皆様こんばんば、えー、今週も金曜日の8時になりましたのでえっ、ー、とグループの方をさせていただきたいと思います先週はねちょっとあのごダごダしてましてお休みさせていただくっていう適当な放送でやってますけど今週はちゃんと8時にやってますこの間なんですけど YouTube の方で THENONFICTION っていうあの日曜日 お昼,ぐお昼ぐらいにやってるやつがあるんですけど結構面白いんですよね今いろんなあの、まあ、人のリアルなことがあるんですけどもでそれであの婚活を婚活のノンフィクションがやってたんですよ 結婚相談所の,あの婚活をしてる人たちのこうリアルな生き様を追っていくストーリー前編後編っていうのがあってでちょっと面白そうだったんでそれ見たんですよでそしたらあの結構やっぱお金がかかっててなんか入会金とかで何十万で月会費が何万円って言ってで、ね、あのまあお見合いですよね お見合いをして、えーまあ、カップルができるかできないかとか、まあ、いろんなその、まあ、ルールはあるんでしょうけど、まあ、その辺はどうでもいいですよ。でまあそこまでやってこう何て言うのご縁に恵まれるか恵まれないかとかそれ以前の問題にいろんなその恋愛のプロフェッショナル自称プロフェッショナルの方がいろいろアドバイスをしてくれる見た目が悪いとか言葉遣いが悪い姿勢が悪いとか。 えー、住まいが悪いとか <laughs> なんかすごいアドバイスしてるんですよ。で <laughs> まあうちのスタジオの美容院囲ってるからそこであのー、やりねえ顔して写真はうちの、あのー、プ,ロプロの写真家がいるからそこであのプロフィール写真撮りましょうとか多分そういうところで、あのーまあ、細かくお金をこう。 また追加料金でしていくっていう、まあ、そういうスタイルなのかなってちょっと思ってるんですけどもでそこのまあ自称その恋愛アドバイザー,アドバイザーの人、まあ、大体そういう人ってあの本,か本書いてるんですよね自分で本書いてる人なんですけどすごいなと思うんですけど <laughs> そういう人しかその,あの自称の,、ね、あの結婚のプロのか方にあのボロクソ言われてるんですよ高いお金払ってあの言われた通りのことやってんのにああだこうだ言われるんですよ でもみんな心が折れそうだわとか言いながら頑張ってるんですよ。頑張ってるぜと思って。まあそれが面白いんですけどね。それが面白いんだけどさ、見てる分には面白いんだけど、じゃあいざお前も独身なんだからそこ行けよってちょっと自分も思ったんですけど。えもし私がそこに行った場合はですね、まあ最初はちゃんといつも通り、あ、めまして突飛となりますみたいな。ね、年収80万円ぐらいですみたいな <laughs> 形で行った時に。 自称恋愛プロの方が、お前舐めてんのみたいな。ボロクソに言ったら、あの、あ、じゃあいいよって言って。じゃあいいよ、やめ、じゃあやめます、みたいな。じゃあいいです、やめます。じゃバイトやめます、仕事やめます、結構です、みたいな。あの、今日そういう話です。<laughs> そんなのお前に言われたくて、言われたくねえよ、みたいな。すごいなと思って。 みんなやっぱりそういうふうな社会的な経験があってちゃんとしてる方がそういうとこを応募されてるわけですからみんなそういうふうな社会的な常識っていうのはもうみんなやっぱ持ち合わせてるんですで私みたいな社会不適合者がそういうとこ行っちゃいけないんです今まで自称何々っていう人はもう数多く会ってきましたなぜかわからないんですけど末端なような生活をしてる私なんですけどもあのなぜかあの ま、え偉いっていうのあしじくんちょっと待ってね。あのまあ、そのの自分にはわからないけど名がある人の講演会だとか <laughs> なんかそういうところに参加させ参加しなくちゃいけないようなことがよくあったんですよ。まあ今日はそんな話なんですけども困りますよね,そねど。どういうあれなのかなってちょっと思うんですけど。 何をどう考えたら本,本を自分で書こうっていう風なそんな人生歩んでねえだろって思っちゃうんだけどなと思って <laughs> お前みたいな馬場に言われたくねえよとかって <laughs> そういうこと思っちゃうんですけどそう今日そういうちょっとあの突飛のまたダークな部分ですよ、えー、お願いします、えー、毎回毎回ですねあのたまにこうお仕事で あのそういう講演会があるからそこに行って勉強してでそこの受けた、えー、ことをレポートにまとめてあの提出してでなおかつ、えー、月の、えー、ミューティングミューツの時に、えー、こういうふうなことを勉強して私はこう思いましたっていう発表を必ずやってくださいっていうで行きたくないっていう 結構遠いんです渋谷だとかやっぱああいうちょっと交通の便がいいとこに行かなくちゃいけないんですよめんどくせえなと思ってでもまあ普通の仕事をするよりかはそっちの方がいいなと思って行ってたんですけどでよく行ったんですよでもそしたらあの別にこれ行かなくても出席とか取られるわけじゃないから大丈夫じゃねって思ったんですよ <laughs> で一応会社も 突飛がばっくれるんじゃないかっていうから何かパンフレットとか絶対もらってくるからそれを必ず提出しなさいみたいなこと言われて始めたんですよめんどくせえなと思ってだからフラっと行って「あえー、っと何々会社の突飛と申します」って言って「あはい」って言ってなんか「じゃあこれどうぞ」ってパンフレットもらったらあのそそくさとあのその会場を後にして帰ってあの普通に「 み物があパ,チパチンコへ行ってパチンコって時間になったらお家に帰るってことをずっとしてたんですけどもであのパンフレット見ながらあのレポート書いたりとか僕はこういうことを勉強しましたみたいな適当なことを言うのはもうこの放送を見てる方だと分かると思う通り適当なことを言うのが得意なのでそうやってあの私やってましたからしまいには行かないとかうそういうことをやってましたけども。 <laughs> まあ、なかなかそうはあのいけませんっていうねあの多分そのこいつほんと行ってるのかなみたいな形で思われたのであの保護者がつくようになったんです <laughs> 2人体制で行くことになって <laughs> それはさすがにバックレられないので、まあ、行くしかないよねっていうことであの、まあ、何人かですねあの私みたいな低俗な人間にもですねあの 素晴らしい講義をしてくれたあの名前は分かりませんけども名のある先生方のお話を強調させていただきたいんですけども、えーまあ、これはよくある話なんですけども何々流の食事のマナーだとか、えー、ビジネスマナーとか何々流の流派の私が教えますみたいなのがあるんですよだからもうすごい何ていうのもう呼吸車乗って 運転席の高級車から降りてきてで何ていうのこうあ先生どうもお待ちしてましたみたいな形で迎え入れるんですよ何やってんだろうと思って <laughs> 何やってんだべかなと思ってあっト,トッピング挨拶しなさいみたいな先生来たでしょみたいな別にいいでしょみたいな感じで思ってはあみたいな感じで思ってるんですよで私が来ましたから私が今日教えてあげますみたいな形で、えー、食事のマナーの仕方っていうのをこうまず教わった何々流っていうのが 23回ねそういう何々流を教わったんだけど私あの野球進化流なので <laughs> 野球10名なので <laughs> それぐらい適当な人間なんですよあ,あそうなんだと思ってんそういうふうなこうなんていうのお茶の席だとか着物のやり方その食事の順番マナーとかって一番大嫌いなんだけど <laughs> 聞いたんですよでまあそれを聞いてじゃあ皆さんにお箸の使い方をこうやってもらいましょうまあ基本ですよね うんまあ、お箸をこうやって持ってでそこお箸の,このすくい方っていうかこうお,おはじきだとか、えー、大豆の、えーまあ、豆をだったりとかしてでこうどういう風なお箸の,この使い方がいいのかみたいなこれを勉強するんですよ。<laughs> なんかこう広い会場で へ <laughs> えーと思ってまあいいやと思って話聞いてるよりこっちの方が楽しいやと思ってこうやってたんですよ。そしたあトッピング君上手だねさっき言った君上手だね」って言われて「あどうも」みたいなこと言ったら「いやちょっと待って待って待って」みたいな「お箸の持ち方おかしいよ」みたいなこと言われたんですよ。で <laughs> 自分確かにおかしいんですよ。<laughs> あの クワマンぐらい変な感じではないんですけどあのなんかちょっと変わってるらしいんですよ。何々流の素晴らしい先生が言うにはものすごいこうあの違うらしいんですよ。じゃああのホテルでですねあの焼き魚が来たりだとか煮つけの魚が来たりとかしてもですきれいに食べられる自信はあるんですけどもどこからほぐせばいいのかそういうことは分かってるんですけれどもお箸の持ち方が育ちが悪いせいであのダメだったと。 ででお叱りを受けたんですよその言い方がすごくて「お前どういうふうに今まで生きてたの?」みたいなこと言われたんですよ。どういうふうなお前生き方してたのみたいなそんな人のアイデ,ィティアイディンティティを崩壊させるようなことを言うのがこの人はと思って「何々流っていうのはすごいんですね」みたいなこと言ったんですよ。そしたらめちゃめちゃキレられて。 なんかなんか反省文を書けみたいなこと言われたんですよ。で書く必要ないでしょと思ってそんなあなたに対して嫌がらせの反省文なんて私は書きませんよってはっきり言ったんですよ。でお箸のつ、ね、使い方は気をつけますんでねどうもありがとうございましたみたいな形でねあのプンプンしながらお帰りになられて私は怒られたんです。で、まあ、家に帰りましてこういう風うな教育をしたら、まあ、あの家族が悪いと。 <laughs> 人のせいにしててこうと思って <laughs> 血がどうのこうのよりもこいつらにやつ与えしとこうと思って <laughs> でちょうど親父がいたんで「あただいま」って一緒に住んでたんで「ただいま」って帰ってきて「おーいいおお」ってみたいなご飯できてるよ」って言うから「おいてめえよ」っつって「お前どういう育て方してくれてんだこの野郎」みたいなこと言ったんですよ」たどうしたら帰ってきて」みたいな話して。 いやなんかさみたいな今日何々の人が来てさお箸の使い方でこういうことがあったんだよってっお前どういう教育してんだよっていうふうに言われたんだよって言ったんですよそしたらそしたらうちの親父が酒飲んでなかったんでちょっとあの普通だったんですけど、ね、そんな赤の他人が言うことじゃねえだろうと思って食えりゃいいだろみたいな話になって箸が使えねえならフォーク使えよみたいないおっしゃる通りですと思って、まあ、確かにしょうがねえなと思って、まあ、確かに うちの父親が言ってることもあってるし、まあ親がこんなんだったらまあしょうがないかなみたいな <laughs> 感じで思ってて、<laughs> まあいいやと思って。で、これがね、結構何回かあるんですよ。あの何々流っていうんですか、分からないんですけど、私は。まあ、やっぱお上品な方が多いんですかね。そういうのはこうな方が何人もいらっしゃいまして。で、なぜか分からないんですけど、あの周りが、あの、 まあ外資の方だったりとか、まあ、有名な方だったりとかそういうふうな中になぜかポツンと私がこうい,いさせられて偏差値がものすごい差があるのう聞いてたんだけどなんかもうだん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 ,なんかあのみんな笑ってくれてなんかあの結構仲良くなるんですね。あのねその後にもねそのなんにもう聞いてても,う聞,もう聞きたくもないから適当にやってたら。 何を言ったか未だに覚えてはないんですけどもまた別の何々流の先生がどうたらこうたら言っててでまた絶対言ってくるんですよあなたみたいなのはその一流的なマナーのところには絶対あのいけませんみたいなこと言われてそりゃそうでしょと思って <laughs> でもなんか話を聞いてるとなんかこの人変わ,っななんか変わってるなみたいなことでその講義を一緒に受けてた仲間たちでちょっと盛り上がったんですよ休み時間に。でまた また別の事件来て「はいじゃあ今日はこれ,これやりますからね」みたいなでなんかお辞儀の仕方とかそのやっていく時に「ちょっといいですか先生」って言って「あの先生ご結婚されてなんかお,お嬢様いらっしゃるって話なんですけどあ一流企業に勤めております私の娘は」みたいなこと言って失礼ですけどあの離婚されてますよねみたいなこと言ったんですよそしたら「なんでですか?」って言うから「いやなんかみんなに今話してたんですよなんか」 なんか多分っっぽいなと思ってなんか別にそれでも全然構わないんですけどみたいなこと言ったらなんかまあそうだったみたいであのやっぱこう、ね、いろんなこうこうビジネスをやってもやっぱ結婚生活は難しい、ね、恋愛は難しいってことですよねみたいな話をしたらあのめちゃめちゃ怒ってましたけど <laughs> <laughs> とんでもなく怒ってましたけどまあいいでしょ、えー、まず第一野,野球進化系理由ですよ、まあ、そんなもんですよ。 でまあ、第2のコースなんですけどもこれがねめちゃめちゃ大変だったというかあのもうヨーなんですけどその私自称すごい人自称,自称モテ男自称、えー、怖い人とかもう毎日のように会ってるのであのもうもうそういう人がもういっぱいいるのはよく知ってるんでもうもうもう存じ上げてますっていう形でもうほんとすごいねと思うんですよ。言っちゃいいけないですよやっぱ自分が 自分がモテるだとかあのそういうことはね絶対絶対言っちゃいけないんですよやっぱりへえー、すごいねって女の子に言われておしまいなんですよそれはもう絶対ダメだってことは分かってるんですなのであの本当にこの人がすごいかどうかっていうのは別にあの気にしてないんですよね自分が思えばそれでいいじゃないですかえー、ねあの登録者数でまあ そのまあ、インスタグラムとかね多分そうですねフォロワー数とか登録者数とかでやっぱマウント取れるとか仕事が舞い込むとかそういう形があったり YouTube とかもね何百、えー、何百万,何万人いったらすごいって言ってるでも炎上したら終わりなんで炎上したらあのグーグルからのキャンセルね医薬金払わなくちゃいけないとか、まあ、そういうのもありますからあんま気にしてないんですよ まあ要は、まあ、大体そういう時に行く時っていうのは必ず本を持っていくんですよ。だって松本清張が夏目漱石とかあとはまあ吉本バランとかが好きなんで、まあ、その辺持っていくんですよ。金田一晃輔はあんまりちょっと自分は合わなかった。持ってって。でその人の話とこの松本清張だとどっちがすげえのかってまず天秤にはかけるんですよ。いいろろなその この人が見極めポイントっていうのはもちろんいっぱいあるんですよ。まずいちいち一番最初なんですけどもま,まずその、まあ、午後1だと、まあ、大体1時半とか、まあ、1時ぐらいとかに多いんですけどもあの少し早めに行くんですよ。12時30分だとかもう時間があれば1時間ぐらい前とかに行って。 早いですねって必ず受付の方に言われるんですけど「すいません」っつって「遅刻したくなかったので席の方にいてもいいですか?」とかって言うんですけどもその時に主催してる自称すごい先生があの歓迎してくれてしってくくれれれ喋ったりすすするる時ががあるんですよでよこれは大体話が面白い人ですねやっぱり終わった後先生がしゃべって終わった後っていうのはみんなからの質問タイムだとかが多いのでやっぱみんなへの質問が殺到するんですよ。で本当に好きな人人ってその人 ことが好きな人ってのはやっぱ早めに来てそこであの喋る時間を設けてで向こうも余裕がある人な,余裕がある人なのであのもう手慣れてるんですよでそこでコミュニケーション取ったりとかするとやっぱりなんか話も面白くて自分のためになる中谷明彦先生とかねあの辺はすごいあの私も大好きなんですけど <laughs> のがあるんですよでまあ逆のパターンで言うとあの早く来すぎだよ私ご飯食べてないんだけどとか えー、中には遅刻してくる人とかね時間ギリギリで来ないといけないとかっていう人っていうのはまあこれはもうダメですね <laughs> これはもう本読んだ方がいいですね、えー、まああとは挨拶ができないとかねまあいろんなところはあるんですけどまあそういうところを見て、えー、この時間でこの人のものを見るんだったら YouTube 見た方がいいやとか本読んだ方がいいやとか <laughs> トッピングルームのネタ考えてる時間になるんですけどもまあそういうふうなものが何個かあるんですけどもそうした中でですね あの次のお話なんですけどもあのほなんかホテルのねあのすごい有名なとこらしいんですよだなんか三つ星ホテルみたいなどこもパークハイアットなのかなパークハイアット新宿なのかわからないですけどちょっとね覚えてないんですけどそこでその、まあ、テーブルマナーを教えるみたいな話で別に行くことねえからいいかなと思ってるんですけどあの 面白いことに、やっぱりその自分が興味がないんですよその人に対して。でそうするとな,なぜかわからないんですけど人間って面白いことにあの興味がある懐くものに対してはあんまりこう何て言うのこう何もなんないのにそっぽを向いたりとか距離を取ろうとすると向こうから寄ってくるんですよね。 結果けどすごい面白いところだなって私は思うんですけどもそれを感じ取ってくれて結構つかがってくれるようになったんですよでもさっきその早く来てあなたはもう別にいいですよって言ったような人間なんだから別に今更来なくてもいいじゃんみたいな形で,でこれが異常に長かったんですよこれなんか、ね、8時間ぐらいやったんですけどで最終的にこんなことやってみたいな頭おかしくなりそうな時にでじゃあ最後にアイスクリームの 装い方を勉強しますっていう、ね、これ4時間ぐらいやるんですけどアイスクリームですよ。<laughs> あの31とかでこうカチャカチャやるやつっていうのはあれすごい結構大変,大変なんですよあれ結構腕痛くなるんですよこんな痛いんだと思ってでこれ腱鞘炎になるねっていうのあるんですけどじゃなくてあのちょっと溶けたアイスクリームをスプーンで装うだけなんですよでそれをどのようにしてやるかみたいなただ普通にこうやってやれば痛くなる話ですよ それを4時間かけてやるんですよ待ってる間にあたもう早くしろよみたいな形で何でできねえんだよみたいな形で思ってるんですよ。で自分の番が来たらあこいつは私のこと避けてるやつだからなんかやってやろうみたいなまた何か言ってるんですよ。あなたは厳しく私がチェックしますからねみたいな形でいいですかまずスプーンはこう持ってみたいな感じで来たんですよ。 そしたら、別にい,いよ、自分でやるから見ててっつって、こうやって、こうやればいいでしょってやったんですよ。<laughs> そしたら、あなたうまいわねって言われたんですよ。すごいね、なんかやってたのって言われて。だからもう結構限界が来てて、自分の中で、ただ単にアイスクリームを予想だけなんだから、こんなの誰でもできるでしょって言ったんですよ。普通に、こうやって、こうやればいいじゃんって言って、でパンって置けばいいじゃんみたいな。なんでこんなことやってんのよみたいな。なんでできないのよみたいな。 なんかかかもう限界だっったたら <laughs> そしたら <laughs>「すいません」とか言って <laughs>「もう帰っていいよ俺」っつって「もう帰るよ」っつって「あのあ帰ります」さねえそういう,う,いう大変勉強になりました、ね、ありがとうございますねあアイスク食べ,食べる時いつも思い出しますけどね別にあのどうでもいいやと思って <laughs> どうでもよくないですか <laughs> えー、まあそんな形にまでですね思いましてねちょっとね、えー、性格が悪いんですよやっぱメロンさんもよく分かってますもうこの飼い主はちょ,っとちょっと性格に何があるんだなってことがあってでもねやっぱりそういうふうな形で思いますねなんかこう なんでこの人立てついちゃうのかなみたいな感じ思うんですけどやっぱねああいうちょっと偉いって言われてる人でもねやっぱなんていうのこう気に,気にしちゃうんでしょうねほっとけばいいのにそんな小石はみたいな形で思いますけども、ね、自称結婚恋愛アドバイザーの方もねこの放送見てたら是非コメントいただきたいですよねえ第3の第3のコースなんですけども、えー、これはですねあの障害者の方であのビジネスマスタービジネスマスター えー、マナーを教えてくれるっていう先生が、あのー、来てく,くださいましてでその先生がこういろんなことを教えてくれるで自己紹介の時もこの先生は素晴らしいからこの先生はすごいからこの先生はやばいからっていう話だったんですよ。でさっき言ったことをまあやったんですけどもまあ時間通りにはやっぱ来ないしやっぱ始まってない時に私には喋りかけないで。 みたいな形で,でちょっと言い方悪いんですけどもやはりちょっと障害を持ってるっていうことだけあって向こうもある程度の,そのバリアみたいなのを張ってるんですよ。であとはですねやっぱちょっと人間は身なりであの判別しちゃうっていうところはやっぱあるんですけどもねっひろゆきさんもあのクロックスだってクロックスを履いてるとクロックスの人だっていうふうに思われるいいなと思ってるんですよ。 私はあのクロックスの偽物しか買えないので <laughs> クロックス欲しいんですよね <laughs> 結構ね2年ぐらい前からねコストコでねカゴに入れては戻してカゴに入れては戻してってことをやってるんですクロックス欲しいなと思っていいなと思ってるんですけどもまああのー、そういうふうないろんなこう見るところっていうのあるんですけどまあ分かりやすいので言えば、まあ、車であったりとかあとはまあ ブランドものであったりとか、えー、ちょっと見える入れ墨タトゥーだったりだとか、意外とね昔と比べて貴金属類はねあんまりこう流行ってないみたいで、最近はないんですけど、あとは時計ですね、アップルウォッチがちょっとあのみんなつけてるので、ちょっと判断しにくいって、飯沼店長言ってたんですけど、やっぱ時計は多いですね。ででもその中であの 自分はここが一番見られてるんじゃないかなっていうところはですねあの靴だと思ってましてあの靴はね結構判断材料になるんじゃないかなと思っててあの靴だけは私ちょっと気をつけてるんですけども、まあ、だからといってあの高い靴は履けないのであのビルケンストックっていうですね健康サンダルメーカーがあるんですけどもそこの靴が結構安くてあのソールとかも直してくれるので。 でそれを使ってるんですけどもまあなかなか、えー、統計を取っただけあって女性向けがいいんですよ。<laughs> それで選んでんだけど。<laughs> でまあそんなふうな中でその、えー、障害者の方でなんか素晴らしい先生が来るっていうかまあそれなりの格好をしてあのその先生を迎え入れたんですよ。<laughs> そしたら、まあ、その先生の格好なんですけども、まあ、ちょっと太ってらっしゃって。コーチの。 あのブラ洋服もまあブランドでやっててみたいな形でで先生どうぞみたいな形でやってるんですよであのやってたんですけどあ靴があのナイキのあのすんげえダセスニーカー入ってたんですよ <laughs> 靴がすげえダセイナイキのスニーカーだったんですよ <laughs> なんか今今今,今ナイキのあ,のあの靴流行ってますけどあそういうのじゃないあの あのそ,その辺でも売ってるような靴だったんですよ、ああそういう靴なんだと思って、まあ多分ここにあんま力入れてねえんだろうなみたいな、じゃあ皆さん自己紹介してくださいねみたいな形で、みんなが自己紹介してもんだから、先生、自分の事務仕事のやつやってるんですよ、そういうふうな中で、自己紹介したときに、その先生がパッと会ったときにあ、あなたは意外とあれだねみたいな、なかなかかっこいいわねみたいなこで言ってくれたんですよ、あどうもありがとうございます、素敵な先生とお会いするので、今日はちょっとおめかししてきましたみたいな形で。 で向こうもやっぱそういうブランドとか知ってるのでなんかこっちも分かってたんですよ。でそのせいでもこうなんでこう人の身なりをこう結構気にしてる人みたいでだから自分もそれ,それ用によそってきたんですけどそしたらやっぱこう全身見られるんですよ。そしたら「ああ!」みたいな形って言ったから自分がその先生に向かって「先生すごいかっこいい靴履いてますね」っつったんですよ。<laughs>「すっごいかっこいいナイキのスニーカーですね」って嫌味で言ったんですよ。そしたら あの私なんですけどもみたいな今ね、あのー、病気を持ってましたみたいななかなか歩くのがしんどいんですみたいないつもだったらヒールを履くんですけども今日は無理を言ってスニーカーを履かせていただきましたみたいな「いや先生そんなことないですよ」みたいな「かっこいいじゃないですか白のナイキで」みたいなこと言ってんすよ嫌みでそしたらだんだんだんだなん何か何て言って「いやいやいや」みたいな形で。 いやでもあなたはまだわからないでしょうけどこうやっていろいろなところが悪くなってくるんですよみたいな話なって,て話したから「いやその前に痩せればいいじゃん」って言ったんですよ <laughs> そのナイキのくせでウォーキングしたら痩せんじゃねえみたいなこと言ったんですよそしたら <laughs> 休み時間に <laughs> なんか私もダイエットしたいんですけどみたいな私の席のところまで来てくれてああそうなんですかみたいな。 でも一生懸命ダイエットしてるんだけど気付いたら夜中になんかキッチンでパンを食べちゃうのよみたいな高級食パンの何々が美味しいからみたいな,なんか名刺はくれたんですよポイントカードと名刺くれてここあなたも行きなさいみたいなこと言われてで埼玉県だったんですけど <laughs> 埼玉県の人ってさちょっとあれだよねあのあプライドが高い人が多いのかなって感じがしてで私はそういうふうにパンを食べちゃうんですよみたいな話になって。 キッチンドランカーならぬキッチンパンみたいな形になっててだからその付き人の人が言うんですよ「まあ、パンはねなんかそういう幸せ成分が入ってますからね」みたいな形でただ単に甘いもん食いてるだけじゃねえのか思って「<laughs> あそうなんですか」みたいな「今ちょっとネットフリックス見てるんで後にしてもらっていいですか」みたいなこと言ったんですよ <laughs> そしたらなんかその先生になんかちょっと疲れまして疲れるっていうか,なんかそういうなこうなん,なんかかまってちゃんなんて。 ななんかね会うたんびにねあのなんかこう見てくるんであのその先生の授業はですねあの病院に行きますだとかねあの今日体調が悪いですとかねあの言ってあのほとんどばっかり出てました <laughs> <laughs> びっくりしましたねかまちゃだよこいつと思って。 どうでもいいんですけどその先生なんですけどちょっとコロナが流行ってた時期もありましてでその人も、まあ、あの息子と娘がいらっしゃって、まあ、某一流企業に勤めてますみたいな話だったんですよだからあのコロナになるわけにはいきませんから、えー、と換気はしっかりしていきましょうってことであの真冬の山梨県の,あの1月2月ぐらいで窓全開で扇風機34台全開強だったんですよ。<laughs> だから外 外より <laughs> 寒くてだからずっとダウンジャケット着てましたねもう見た目どころじゃねえよと思ってだからそういう格好はトピセン失礼なんじゃないですかみたいなこと言われたからいや先生ほどあの脂肪蓄えてないんで勘弁してくださいみたいなことで、ね、ネットフリックスずっと見てましたしたらね途中バレてねめちゃめちゃなんかねしょぼんとしてましたそういうですねちょっと性格が悪い話を30分間してしまったんですけどもえ今日こ そういう人間です私は申し,訳、ね、申し訳ないけど <laughs> 結婚できない理由はもうこういうところにあるんですきっとだから何ていうのこうああ私にはこう分かりませんけども自称何々すごい人、ね、自分で本書いちゃう人何考えてるのかなってちょっと思うんですけども、ね、そういう人はまあ縁がないです本当そうじゃなくてあのねえあの ボランティアをされたりだとかあの、ね、日々のルーティンワークでやっぱりこういろんなことを携わって、まあ、そこでやっぱりちょっと自分の心が動いた人とはねあのなるべくこうあの近づけるように自分もこう頑張ってでなんでこう,、ね、そ,う,こうそういうコミュニティに入れるようにねちょっと努力していこうかなと思ってるんですけどもなかなかねそういうかまちょに好かれやすいっていう話だったんですけど皆様いかがですかね本当に。 私の母親も、あのー、私が生まれる前なんですけどもあの免許を取りに行ったって車の免許を取りに行った時に、えー、一番最初の、あのー、車の教官の人まだ室内の運転の時に教官の人が「これ俺の給料明細書」つって「減税徴収俺これぐらい稼いでんだよ」って言って「私渡,渡されたの?」って言って「へえ」つって「どうしたの?」って言うから。 えーすごいですねって「えー、こんなに稼いでらっしゃるのえー、素敵ーって言ってうまく足立ってあのほとんどあのハンコをもらったって言ってみんな言ってましたけどね女性は怖い」って話ですよ。<laughs> <laughs> ハニートラップに気をつけていこうぜっていう話ですよね。 <laughs> ちょっとイライラしてるって、そんな放送でした <laughs>。皆さんどうもありがとうございました。良い3連休をお過ごしください。失礼いたします。